第5章、その他の皮膚刺激による血液循環改善法東洋医学の伝統である針球も皮膚刺激による血液循環改善法の一つです針球治療は皮膚の上にある経血ツボを刺激し経落の気の流れ改善しつながっている内臓の血液循環を改善する方法です針は物理的刺激でツボを刺激します 上手にツボを見つけて治療をすれば、がんにもある程度は有効であると考えられますが、針治療は、ツボの童貞などに、専門的知識を必要とし、下手な針師にやってもらうと、痛いだけで、全く効果がありません。肝炎などが感染する危険もあります。その上、費用も高くつくのが欠点です。補給は熱による刺激で 原理は針と同じですが、火けをするのであまり良くないと思います。火けからは、皮膚がんができることがあります。やりたい方は、火けをしない方法をおすすめします。吸い玉は、丸いタコツボのようなガラス瓶の中でアルコールを燃やして酸素を消費し、瓶の口の部分を皮膚につけ、できた影圧で皮膚を吸引する方法です。針やおより、 後半に皮膚が刺激できるのですが、以前は火傷の危険性がありました。最近は機械で影圧ができるように改良した健康器具が発売されています。簡単な機械で針やお球に匹敵する効果がありますが、やりすぎると皮膚に汚い色素沈着を残します。また、出血傾向のある場合は、 皮下に出血を起こすことがあるので注意が必要です。